Now round two.
Now round three. Thank you.
者が38対38、ジャッジ者が39対37、小関選手優勢、以上通り1対0の状態でございます。なお、ラウンド5、
Yeah.
Thank you.
WBC 女子世界アトム級タイトルマッチ採点の結果をお知らせいたします。ジャッジレイ・ナンセコ99対91、ジャッジシン・キョンファ同じく阿部和夫98対92、以上3対0の採点をもちまして勝者WBC 女子世界アトム級チャンピオン小関見事4度目の防衛に成功いたしました小関桃生選手には財団法人日本ボクシングコミッションより認定賞が授与されます。認定賞 WBC 女子世界アトム級チャンピオン小関桃生殿、あなたは2010年3月27日東京都において新婚中と10回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンとなることを認定します。2010年3月27日財団法人日本ボクシングコミッション磯崎、黒田様より勝利者カップが贈られます。